皆さんこんにちは、モレノです。本日はフラッシュバックラモスについてレビューしていきます。現在の価格が60万コインと、まあ出てきた時少し高いなとは思いました。なぜかというとスピードがそこまで高くないんですよね。スプリントスピードが77しかないので、で去年のバランと比べて、まあ価格設定は倍以上違うんですが、まあ、バランって本当にスピードが完走して、もうザ・エンドゲームカードだっていう感じだったんですが、そこまでの能力設定はされてない印象を受けておりますので、まあ60万ってどうなんだろうっていう感じだと思います。ただし今の時期割と皆さん素材をたくさんお持ちな方は多いと思うんですよ。僕自身もこのラモス無料で作れましたし、まあ無料で作れるならっていう考え方もあると思うので、まあ実際60万で市場でセンターバックを買うとほぼほぼ全員買えるので、まあちょっと見ていきたいなと思います。ラモス184センチハイミディアムワークレットの右利きのスリッサーになります。まあラモスの特徴としては役割意識がハイミディなんですが、僕は正直ねセンターバックの役割意識は気にしたことないです。で今回シャドウつけていきます。もうペースブーストっていうのは間違いなく必要だと思っていて、ペースを上げることによって加速が98にいきます。加速が98までいくセンターバックは少なくともトップティアではラモスしかいないので、まあそこがどう影響出るのかで、その割にはスプリントスピードが85までしかいかないので、まあ若干裏抜けるシーンで遅いなと、まあ遅いなっていうよりは圧倒的なスピードはないと思うので、そこがどうかなと。でなおかつパスドリブル値っていうのはセンターバックとしては高い数値を持っていて、まあ守備スタッツはほぼカンストですね。でフィジカルも悪くない選手になります。で今回使っていくチームこちらです。まあ本当にケミストリー的には素晴らしい選手かなと思います。メッシ、バペ、ネイマールで、なおかつマルキーニャスだったり、まあこの後ハキミも来ますし、パリ今年は、まあ、いて困ることはないでしょうね。で使っていく場所をセンターバックとして起用していきます。特に指示はつけていないです。センターバックはデフォルトで上がらないになってます。ではラモス見ていきます。ではまずドリブルから見ていきます。この選手がラモスです。ドリブルに関しましてはセンターバックとしてはいい方だなとは思ったのですが、あくまでもセンターバックの領域に入るのかなと思いました。決してボランチに置けるようなタイプの選手ではないですね。アラバとかボランチでいけるんですけど、ラモスはそこまでの安定感はないですね。で、まあ実際にセンターバックとして、まあ少しドリブルがイーブン、やはりビルドアップであったり、まあプレス回避という項目においては優れてるなと思いました。そこはすごく、まあ楽ですね。こういった選手がいると、少しドリブルできる選手がいると。で、まあここら辺見ていくと、まあディフェンダーとしての能力は非常に優秀だなと思いました。対人能力であったり、まあスピード。あとはやはり加速が高い分、ジョッキーが非常に速いので、そこは自分的に使ってて使いやすいなと思うセンターバックの一人でしたね。で、ここも、まあ最終ライン、クラウスから縦に入って、まあ少し隙がある時にも一気にラモスで前に行くという感じで、まあ守備をしていくと、まあ彼のワークレート的にもすごく、積極的なんですよね。まあワークレートなのか積極性なのか、まあラモス特有なのか分かんないんですけど、まあ前に出てディフェンスができる選手だなと思いました。それは良かったです。でまあ全体的に見ていて彼に対する不満ってほぼほぼなかったです。ただ唯一やはりスプリントスピードが、まあ、83までしかいかないので、スピード勝負になった時に異次元に速いなと思うことはなかったです。でここ PK ですね。ラモス PK96 あるんで蹴れます。入るかはちょっとわからないんですが、でこういうシーンもここもポリターノから中央から持っていって、まあ最終ラインラモスがいて、まあサイド若干引っ張られてはいるんですが、まあこういう切り返しですね、体を動かすタイミングっていうのが本当にやりやすい選手だなと思いました。で、好き嫌いは多少分かれるセンターバックなのかなと思いました。こういうボックス内に入ってくれれば、対人の能力もすごい強いですし、プレス回避もできるドリブルを持っているので、めちゃくちゃ使いやすいなと思うんですよ。ただやはりまあカウンター一発勝負ってなって
一番優れた選手がラモスですかって言われると、例えばバランであったり、まあ、ファンダイクみたいなカードの方が確実に上かなと思いました。あの物足りなさは感じないですよ。圧倒的に遅くて使えないなっていう感じではないんですけど、まあそこが弱点にはなるのかなと思いましたね。ここも素晴らしい守備ですね。まあ、なんだかんだ言ってやはり守備スタッツがもうほぼ完走してるので、まあ他の選手と比べると、完走してない選手と比べてしまうと、もう圧倒的に違いは分かりますね。ただなんでしょう、マルディーニだったりダイクってもっと威圧感のある守備をするんですよ。まあ、あのこれボディタイプの話だと思うんですけど、ラモスってまあ少し身長も小さいので他の選手に比べて、そんなに威圧感のあるドリブルで威圧感のある守備ができないので、そこをね、まあどう考えるかですよね。まあただこの価格帯として間違いなくトップティアですし、まあ今のシーンとか見てもらう通り、なんで追いついてるのかわからないんですけど、まあ最終的にボールが取れてるので、やはりそこはまあ選手の守備能力の高さっていうのが現れたのかなと。でここちょっとラモス操作しないで見てたんですけど、まあこの間合いの取り方だったり、あのまあ彼自身の動き方的に本当に守備意識、あのポジショニングっていうのは素晴らしかったですね。でここもまあ楽に守備できますよね、この選手いったら。いいカードですよ本当に。でここも攻撃からの、まあ、カウンターですね。カウンターを食らった時に縦にメッシがいて、まあ、サイドバックと釣り出されたところにエンバペとスピード勝負になりますが、まあこのシーンも見てもだいぶ余裕もありますし、まあ遅いなっていう、まあ感じることはないですね。初速がやはり速いので、ただ若干その後にじゃあもっとスピードが、もっとスペースがあるってなった場合にラモスじゃ追いつかないシーンっていうのは出てくるでしょうね。まあそこだけかな本当に不満は。では最後ラモスまとめていきます。現在の作成コスゲ60万コインです。非常にいいカードだと思います。まあ少し、まあ、変わったカードだと思うんですよ。やはり加速が90あってスプリントスピードが少し遅いので、他のセンターバックとは、まあ、真逆の能力をしていると思っていて、まあ、唯一無二感のあるカードだと思うんですが、あのまあいいカードだと思います。トップメーターの選手です。ただし、まあ、60万コインこれをじゃあゼロから出して60万コインの素材分を買わなきゃいけないんですってなった時に、僕はラモスより他の選手買ってもいいのかなと思います。あくまでもこのラモスを無料で作れる、10万20万で作れるっていう方にとってはおすすめだと思います。10万20万以内でこのカードに匹敵するカードは金大工しかいないと思います。それくらいですかね。ただ、まあ、40万、50万出すってなれば、マルキーニョスの強い方であったり、キンペンメという選択肢が生まれてくるので、わざわざラモスにする必要性ないのかなとは思いました。で、まず加速、スピードに関しましては、あのやはり加速が速い分、ジョッキーのターンであったり、まあ、その一瞬のディフェンスっていうのは非常に優れた選手だなと思いますが、まあ、ここの唯一の弱点であるスプリントスピードは若干気になる場面、気になるというよりは、トップメタと比べると、まあ、ここはちょっと物足りないよねとは思いました。で、まあ、パス値であったり、ドリブル値っていうのは、センターバックとしては悪くない方なので、あのそこはプレス回避の時に非常に役立ちました。で、なおかつ、守備能力はもう文句なしですね。まあ、彼の積極性、アグレッション94もあって、あの前に出る守備っていうのを非常に得意としている選手だなと思いました。で、まあ、実際60万ゼロから出すってなったら、僕はバラン・ミリタンの方が、センターバックとして安定感あると思いましたし、まあ、あのルシオもそうですし、なんでしょうね、このボディタイプの差だと思うんですが、より2人の方が、あの特にルシオとかバランと比べると、でかいんですよ、体が単純に。あのダイクもそうですが、マルディーニもそうですが。ってなった時に、まあ、その威圧感のある守備をできる選手たちだと思うんですよ。そういう要素は、ラモスはちょっと違うのかなっていう感じはありますね。あのちょっとそういったタイプの、なんて言うんでしょうね、あの唯一無二なんですよ。すごい複雑なんですけど、まあ典型的なセンターバックとはちょっと違いますね。まあそこがどうハマるかっていうのは皆さん次第だと思いますが、まあこの金額出せる方いれば、僕はトモリだったりミリタオ・バラン・ルシオっていうカードを選びます。まあこれは僕の感想ですね。
ていう感じになります。ただまああくまでも10万20万で作れるっていうのであればこのレベルのカードは大工しかいないと思うんで作る価値はあると思いますという感じで今日も見ていただきありがとうございます。この後の予定何も考えてはいない、考えてはいるんですがちょっと誰にしようかって悩んでます。っていうのは全員レンタルもらえてるのでレビューしていきたいなと思っているのとあとレンタルベッカム手に入れられたんで、まあ、ベッカムもレビューしたいなと思ってますんでちょっとサンチェスはどうしようか悩んでます。いいカードなんですよ。面白いカードなんですよ。60万個するんですが能力値見ると非常に優秀で、まあ、エンジンをつけた時もペースが97までいってでなおかつこのドリブルスタッツなんでちょっと面白いとは思うんで時間あったらやります。まあ今日ちょっとレビュー多くなると思いますのでぜひ見てみてください。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ではまた。